ハロー YouTube。下年塚さんのニュースの猫側にゃ。今日もレトークイ避ニュースをお送りいたします。今日のテーマはこれです。ブーン、ブーン、カーセブン。いや、これ車の CM やけど、小倉優子の中ではだ。昔より今の優子。今日はですね。あなたが悩んでいるそれ、実は、話していきたいと思います。つってんねということでね、やっていきましょう。今年は比較的暖かい春が早く到来し、いわゆる花粉の飛散量。で、毎年言いますけど、今年はすごく多いんだと。 その成果ですね。鼻水やね涙など、いわゆるアレルギー反応で非常に苦しんでいる方が多くいらっしゃるかと思います。あなたもその一人かもしれない。でもこの花粉の症、実はそれ違うものが原因かもしれませんよって話。一説によると、現在日本国内には4000万人の花粉の症の患者さんがいるんだとか、これは日本人の3人に1人がこの 花粉の症の患者さんということになり特に10代から20代の若年層では2人に1人が花粉の症だなんてことも言われてます年々増加していってるわけなんですよ でもこれって年々花粉の量が増えているんでしょうか一般的になんで日本でこのように花粉症の患者さんがいるかっていうと第二次世界大戦後焼け野原になってしまった日本の山々を緑地するために杉これを輸入してきて大量に植えた結果多くの杉花粉が飛散し人々が苦しむようになったっていうのが定説なんですけど これってちょっとおかしい話で、って言いますのも、次輸入してきたわけで。ということはこれ、輸入先の原産国の人々っていうのは、花粉の症に苦しんできたんでしょうかそして、実は杉による花粉の症が医学的に発見されたのが1960年代って言われてるんです。この時点でさっきの輸入先はどうなのかっていう話もおかしいんですけど、現在みたいに杉の飛散量がニュースになるぐらい、 定番化したのののがそのから30 1990年年後の年代なんですこの花粉の症っていうのは実は新しい病気で治療も最近確立されたものなんですよねなんかちょっとおかしくないですかあれっていうえなんか急に出てきてでしかも今このえっと花粉の症 の薬の領域っていうのはめちゃめちゃ超ドル箱なんですよね多くの成畜化会社が参入しまあこの春先で1年の何分の1かの利益を確保するとまで言われているまるで彼らを助けるかのように突如現れたこの花粉の症本当に杉が原因なんでしょうかこれを今日私は言いたいわけです1枚の写真がありますこれですね大陸からの あるものの悲惨を表しているという画像なんですけど、これね、なんかまるで日本をめがけて流れていってるように見えませんか確かに大陸と日本国の間にはある特殊な、えー、風がありまして、このような形になるのは、まあ、ごく自然だっていう話もあるんですけど、このとてつもなく多い量の何か。 これれ実はあるものだってて言われてますそれがニンニンじゃない方のケム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 トレイルっていうまあケムトレイルがあるんですけどお前言っちゃってんのよニンニンのくだりいるんかそれいります俺はそういうい人間だ このね、ケムマキトレイルさんが実は大陸から飛散してきてるって話、皆さん聞いたことありますかこのケムマキトレイルというのはある化学物質で空中に人工的に散布される人体に非常に有害な反応を示すと言われている。よく冬の晴れた空に飛行機が飛んでいった後に、いつまで経っても消えない飛行機雲を見ることがあるかと思います。 それが、この、ケウマキトレールっていう、ノリがありますね。お前ノリがあるとか言えたまあ、これを言うとね、まあ、ドインボーだっていう話があるんですけど、まあ、ドインボーなんですけどもね、ドインボーのことはもう間違いないんですけども、一個だけ言いたいのが、世界には地球の気候を人為的に変える、ジオエンジニアリングというものが確立されています。思い出してほしいのが、北京オリンピックの時に、開会式の日を晴れにするため、多くの飛行機が、このジオエンジニアリングのため、北京上空を飛んでですね、 健康を操作してていいたっていう話があるわけですよ実はパンダちゃんの国はこの気候人口操作の技術大国であると。そして先ほどの地図。実はその技術を使って日本にこの煙巻きトレイルを流し込んでるって話。知ってますパンダちゃんって最近シーアンっていう街があるんですけど、ここロックダウンしたんですよね。理由は なんとかエンザが蔓延したからつって、嘘つけって話なんですよ。はびこりちゃんだっていう話もあるんですけど、実はそうじゃなくて、このジオエンジニアリングにまつわることを、ここの辺から発信しているので、街を封鎖してバレないようにしているという噂があります。それが全部これ繋がってくるという話なんです。その結果人々は、くしゃみや鼻水などの花粉の症状と言われているものに、 苦しみ始めた。これが実は1960年代から始まったって話。杉がうんぬんとかいう話は全てまやかしてあるっていうノリがあるんですよ。まあ、ノリなんですけど。まあ、そう考えてみれば、じゃあなんで林業に携わる人には、いわゆる花粉の章の人が少ないのかっていう話なんですよね。これは代々そこで働いているから体制ができてるっていう誠しやかな説明がありますけど、ね、そうでしょうかと。え、そうでしょうかと。なんでなんだ ね、それは、山は多くの林に囲まれているので、この煙巻きトレイルの影響を受けにくいんではないのかって話。そして、都会の人々がこれに苦しんでるっていうのは非常に合致する話なんです。で、じゃあなんで日本の上空にこの煙巻きトレイルを巻く必要があるのか。ね、人々を苦しめたいのか。まあ苦しめたいんですけどもね。まあこれね、二つの理由があると言われてます。一個は、 日本は医療大国ですから多くの薬が処方されます。その中で一大ドル箱を作るためにこの煙巻トレイルを使っているっていう話。そしてもう一つ、これ本当の理由はこの鼻水や涙っていうのはあくまでも副産物に過ぎないんですよね。本当の理由、それは先ほど北京オリンピックの開会式の話でもした通り気候の操作だって言われてます。 そして思い出してほしいのが、本日3月10日に撮ってますけど、3月11日は東日本であれが起きた日です。そして過去遡ると、実はこの花粉の飛散が始まる時期と言われている1、2、3、4月、ここに日本では巨大地震が多く起きているという事実。 実はこの煙巻きトレイルというのは地震と深く関わっているというふうに言われているのです。実際にはこの煙巻きトレイルおよび H で始まる高周波装置、この2つを使っていわゆる手作りの お地震を作ってるという話がありましてこの H で始まる高周波装置まあアメリカアラスカに設置されていますが実は日本にも存在します滋賀県の某大学の巨大レーダーあれが実は日本版 H だと言われているそしてあの日本の中心地に置かれているあれと季節的に散布されるケムこの2つを使って実は春先に闇の者たちは 大きなものを起こしてるって話なんですそうこの花粉が云々っていうのはこの手作りの自信を カモフラージュするためのまやかしでしかないんです。日本は地震大国です。これは紛れもない事実です。こう大きなプレートの上に国そのものがあるからです。しかしそれとお手作りの地震は全く別物。そして彼らは起こしたい時にそれを起こしているっていうどんぶか闇なのです。そう、実はこのケムマキさんの話、軍と政府と それから、聖畜は企業の官民一体となった共同プロジェクトであり、我々日本国民が狙いだってこと。そしてなんでその日本国民を狙う必要があるのか。これは、畜はもう世界で日本だけがもう8回目、9回目を食べさせられ、かけられてますけど、なんで日本だけ必要にこれを続けるのか。これは、東方にいずる飯屋。これが日本から生まれることを恐れているのです。そして、過去から現在に至るまで日本国民 かかららその若い目を少しでも積むような指示が上から出てるってことそうあなたが苦しめられているそれ実はドン深闇の所業なのです人々は春先になるお医者さんにかかり、まあ、この、ね、お薬をいただいてくるわけなんですけどこれで成竹は企業は潤っているね、まあ、成竹は企業っていうのは非常にグローバリストたちの力の源ですからね 実はこれ潤わせちゃってるっていう話。そして本当の理由は人々を苦しめるだけじゃない。季節的にでっかいアレを巻き起こすことができる。実はその素状が1960年代から日本では完成したって話。そしてこれ、実は大陸からとんでもないものが散布されてると。かの国はこのジオエンジニアリングの対価であり非常に高い技術を持っている。 日本政府、いや日本政府を支配している某大国は、かの国と連携して、日本国にこれを流してるっていう、とんでもないカーボ、カセブンブーンでした。 どうせ何かあっても最後は所管外の連発だよ。無責任な運び屋でまたろ。マイナンバーに健康保険証や銀行口座等を紐付けさせてあらゆる個人情報を国が監視するつもりなんでしょう疑う。1分でわかる。マイナ保険証 Q&A より。えー、国が情報管理したり、監視したりというものではありません。嘘をつけお前、いけるいけるいけないいや、嘘をつけお前って話なんですよ。 調子乗んだよ、お前ね。ということでね、太郎ちゃんがこんなこと言ってるんですけどね。Q&A に答えれば何でも許されるわけじゃねえからな、お前ね。だってさ、太郎ちゃん。これだもん、やる気だ、これ。もう完全にやる気だ、これ。渡すつもりやな、ね、い、これ。ってこと。全部現場です、ね。全部、現場だろね。 アブガディルリープに使やもアブガディルひと妻の手料理食べたいな明日も晴れるかな